皆さんこんにちは。八尾福音教会あけぼのチャペルの伊藤勝俊です。今日は2月4日火曜日です。そして今日の聖書の箇所はサムエル記第1、2章の12節から21節まで。そして今日のテーマは不信仰の子たちと信仰の子。今日はいよいよハンナがサムエルをエリのもとに託します。そしてサムエルはエリのもとで育てられるのですが、エリにも子供がいました。この子供たちがちょっと問題だったのです。そんな中で神様はサムエル、そしてこのエリの子たちをどのように扱いご覧になっておられたのか、そこから今日はご一緒に教えられていきたいとそう思います。サムエル記第1、2章12節から21節。さてエリの息子たちは横島なもので、主を知らず、民に関わる祭司の定めについてもそうであった。誰かが生贄を捧げていると、まだ肉を煮ている間に祭司の子が三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜や大釜や鍋に突き入れ、肉刺しで取り上げたものを皆、祭司が自分のものとして取っていた。彼らは白で、そこに来るすべてのイスラエルにこのようにしていた。それどころか人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに、祭司の子はやってきて、生贄を捧げる人に、祭司にその焼肉を渡しなさい。祭司は煮た肉は受け取りません。生の肉だけです、というので、人がまず脂肪をすっかり焼いて煙にし、好きなだけお取りなさい、と言うと、祭司の子は、いや、今渡さなければならない。でなければ私は力ずくで取ると言った。このように子たちの罪は主の前で非常に大きかった。主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである。サムエルはまだ幼く、天布のエポデを身にまとい、主の前に仕えていた。サムエルの母は彼のために小さな上着を作り、毎年夫と共にその年の生贄を捧げに登っていくとき、その上着を持っていくのだった。エリはエルカナとその妻を祝福して、主がお求めになったものの代わりに、主がこの女によりあなたに子供を賜りますようにと言い、彼らは自分の家に帰るのであった。事実、主はハンナを顧み、彼女は身ごもって、三人の息子と二人の娘を産んだ。少年サムエルは主の身元で成長した。昨日は神様にサムエルをお返ししたハンナの、なんと感謝と喜びの祈りを見てまいりました。子供を手放す母親の気持ちとしては到底ありえないであろう。そこにはなんと感謝と喜びがあった。この出来事は神様が決して私たちから無理に奪うようなお方ではないということを確認しましたね。しかしここで今日は
ハンナに、ただ神様がその心に喜んでサムエルを捧げる心をお与えになったというだけではなくて、実際にハンナに神様は素晴らしいプレゼントをくださったということも確認していきたいと、そう思います。最初に聖書の箇所を読みましょう。2章の21節。事実、主はハンナを顧み、彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ。少年サムエルは主の身元で成長した。神様はサムエル、たった一人子です。初めて生まれた子供です。その子供をハンナから奪った？いいえ、決してそうではありません。彼女が喜んで捧げるまでお待ちになり、そしてそうした彼女に今度はなんと、これは何倍の祝福と言ったらいいんでしょうね、息子がなんと3人、そして2人の娘、単純に言って5倍ですね。神様は心に喜びをくださるだけではありません。具体的な形でも報いてくださるお方なのです。神様は時に手放しなさいとおっしゃいます。しかし手放したものに話させたばかり、それだけで終わる方ではありません。神様は時に取られます。しかし豊かに報いてくださる方であることを、今日はまたこのハンナに与えられた子供たちを見るときに、皆さん、私たちは本当に確認することができますね。そう、ハンナが一旦サムエルという最初に与えられたその子供を自分の手から離して神様にお返しした時、なんと5倍の5人の子供たちとなってまた帰ってきたのです。そしてそれもサムエルは神様にお渡ししました、もう彼女の手からは完全に離れてしまったのですか？違います。大切な大切なサムエルは神様にお捧げしても、やっぱりその母はハンナです。母としてサムエルの成長がどんなに彼女の喜びだったでしょうか。そう考えるときに、ハンナは神様からどれほどの祝福を受けたであろうか、それはそれを今日確認することができるのですね。神様はそういうお方なのです。決して手を離さなければ、それは自分のものになっているか、実はそうでもないのだということを今日もう一度確認したいと思います。こんなお話があります。一人の男の子が泣いているのです。お父さんがどうしたのかと息子のところにやってきますと、彼は壺の中に手を突っ込んで、そしてそれが抜けないと言って泣いているのです。お父さんはどういうことかと聞きますと、壺の中にコインが落ちたというのです。彼にとっては大切なもの、そしてそれを壺の中から拾おうとして手を入れ、そして抜こうとしたら抜けなくなったというのです。お父さんはその理由がすぐ分かりました。そしてこう言いました。その手を離してごらん。ところが息子は言います。いや、これは僕の大事なお金なんだ。いや、だからとにかく手を離してごらん。いや、離すことなんかできない。するとお父さんは言います。それを離さない限り手は抜けないよ。息子はそれを聞いて、でも離せない離せない。しばらく彼はそのまま手を握って、コインを握ったままの手を抜こうともがくのですが、当然のことながら抜けません。そしてとうとう諦めて、そして手を離すのです。するとなんと彼の手はスルッとその壺から抜けたのです。そしてそれを見るとお父さんは今度はその壺をひっくり返して、さあ手を出してごらん。彼の手の上にコインを渡すのです。そう、私たちはしばしばこれは神様手放すことができません、そう言ってしっかりと握っている、そういうものがないでしょうか。そして握っているものは自分のもの、いや、あの壺の中で握られていたコインは彼のもの、確かにそうです、手の中にありました。でも彼はそれを使うことができません。なぜなら壺から手が抜けないのですから。彼はそれを握っているゆえにかえって不自由になっていたのです。そして泣いていたのです。なんという、これは
本当に、悲しいことでしょうか。私たちはそういうことをしばしば自らがしているっていうことはないでしょうか。手が離せないで、これは私のもの、これを私はあなたに渡すことができません、そう言って握っていて、かえって自分を不自由にしていませんか。神様は言います。手を離してごらん。そしたらあなたは自由になる。それだけじゃなくて、その離したものがもう一度あなたの手に戻ってくるから。そしてその壺から出てきたコインは、あの壺の中で握りしめていたコインとは別物です。なぜならば、今度はそのコインは、今度こそ本当に使うことができる彼のものとなったのですから。神様はモーセにこんなことをおっしゃった時がありましたね。あなたの手にあるものは何か。はい、杖です。それを手放せ。手を離した時、その杖が蛇になったと聖書は記しています。しかし神様はもう一度言います。それをもう一度掴みなさい。あの杖は一体何を意味していますか。彼は長くその杖で羊飼いをしてきたのです。それを手放しなさいと言われた。それを通してモーセは彼の自分の生きる術、自分が今まで寄って立ってきたものを手放したのです。そしてそれがなんと離した途端蛇であることに気づくのです。もう握りたくありません。いや違う、もう一度握りなさい。それを握るとまた今度はそれは杖に戻りました。そしてそれが後にモーセが全ての奇跡をするときに用いられる神の杖となったのです。一旦手放したからこそ、彼の手の中でもう一度神様はそれを用いてモーセに大いなる技をなさせたのですね。そう、あなたの手を離しませんか。そしたら神様はあなたが手放さなかったものを大いにお持ちになることができるようになります。エリは息子を手放せなかったのです。叱ることができなかったのです。一言言ったかもしれません。でも彼はこの息子を愛するのと甘やかせるのと間違ったのです。しかしサムエルはなんと神の前に身元で成長した。それはハンナが話したからです。皆さん、あなたも話せなかったものを話させていただこうではありませんか。ハンナがサムエルを手放したとき、サムエルは神様の身元で大いに用いられるものとして成長していきました。エリーが話すことのできなかった息子たちはますます神様に背いていくものとなってしまいました。私たちは自分が握っているから私のものであると勘違いします。でもそれがかえって自分も、そしてその握っているものも台無しにしてしまっていることに気づく必要があるかもしれませんね。神様はおっしゃいます。私の前で話してごらんと。そうするならば本当に私の手の中にもう一度戻ってくるからです。一言お祈りいたします。天の神様、私たちは本当に勘違いをすることが多いのです。神様が私のものをまるで奪うかのように、だから話せと言っておられる、そう勘違いをするのです。しかし違います。私が握ってるから自分で不自由になっているのです。そしてそれを全く使うことさえできないでいるのです。でも神様、あなたの前に話すならば自由になります。そして本当の意味で生かして用いることができるようになる。あなたはそうおっしゃいます。話させてください。聖霊様、助けてください。イエス様の名前でお祈りをいたします。アーメン。神様の祝福がありますように。